えっと、今日はえっと視点者の目から見て、自転車がい一体誰と話をしているのか、分かるように書くのって大事だよね。っていう。今日はそんな話をしていきましょう。小説家あ、この番組は小説家、鈴木、喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった。本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。 鈴木は話すスピードがかなり遅いいいいので1.3倍ぐらいに調整して聞いて聞ください小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、えっと、同業者木下正樹さんが小説講座をやっておられてそこの生徒さんに800文字小説っていうのを書いてもらってでそれを匿名で書いてもらってそれを公表して。 どれが木下正樹なのか当ててみましょうっていういわゆる聞き酒ではなくて劇小説コンテストっていうのをやっててその第2弾っていうのをやってたんででこれだっていうふうに僕が決めたあの当てたんだあの選んだんだけど前回前回待ったんだよねで前回やった時に思い切り外して赤っジ状を書いたので今回はちゃんとあのプリントアウトをして えとここがこういう風だよねっていうことをチェックしたんでまあその話をしていきましょうでまあ全部で3本ありますでその3本どういう原稿なのかっていうのは概要欄にリンクを貼っておきますのでその原稿を見てまあ皆さんチェックし,し直してみてくださいなええでまあ こういうところで僕はこれはプロのも書いたもんじゃないよなっていうふうに判断したっていうねえまあ2番と3番が大きくまあ1番が突き抜けて大きく良かったのと2番と3番がやっぱり首をかしげるところがいっぱいあったので2番と3番違うだろうということでまあその話をするんだけどこれ木下さんだったらどうしよう。<laughs> であの昨日はその3番さんがここはこういうふうに違うよっていうふうだったんだけど今日はその上がってる原稿のうちの2番さんがねまあこれはプロの作品じゃないだろうっていうことででまあその話をしていこうっていうことです。で2番「僕のお父さん」っていうまあそんなような800文字小説ででこれざっくり言うとそのお父さんが自 こうで、まあ、記憶が吹っ飛んで、まあ、違う人の記憶と錯誤というか混乱して、えー、混乱して結局お父さんその前のおクソ親父からいいお父さんになったよという、まあ、そういう話を書こうという,、まあ、そ,う,いうそれをその子どもの視点から書くというそういうような話なわけなんだけど、えー、とこれど 志は買うけれど800文字だからさやっぱりあのちゃんとその800文字だとこれねえっと10万文字ぐらいの,その長編だったら10万文字もいないかあの原稿吉川さんで30枚とかあ30枚とか50枚えーっと文字数で言うとなんだどのぐらいなんだ とにかく原稿意思換算で30文字ぐらいだと、まあ、もうちょっとお分かるように、まあ、書けるんだけどやっぱ800文字だとこう分かるように書くのだけのスペースがないからねだから読者に分かりやすく書くのって大事だよねっていうことで、まあ、そこを考えるとそのタイムスパンみたいなものを考えるとこれ2番はプロの書くもんじゃないよねっていう。 まあそういういことを思ったので、ね、なぜそう思うかっていうとこのお、まあ、シンプルに文章の問題です、えー、とこれはその視点者がその子どもの視点から書くんだけれどその錯誤したお父さんっていうのがあ交通事故で記憶が飛んで別人格になったとでその別人格になったお父さんというのがこのお対話者 和者というのがお父さんなのにそのお父さんという言葉とおじちゃんという言葉とまあその両方併記してあるもんだからここの場所に一体何いるんだということを一瞬わからなくなるで800文字だとその一瞬わからないというものが結構致命的だってすんだよねだから読み返さないとわからないっていう 読み返さなきゃいけないのでそうするとやっぱえー、っとこれ誰が誰だっけという、まあ、そういうことは思います。なので、えー、っとこの場合だとその子どもの目線から見てお父さんは記憶が入れ替わって別人になったとしても出演者の目から見てお父さんは記憶が変わっただけだよっていうことなのでお父さんはずっとお父さんのままなわけだ。 にもかかわらずその対「対話者」についてのその三人称ねつまり「お父さん」という言い方をすることと「おじちゃん」ということを,のを使い分けてしまっているのでそうすると同じ人物だということが一瞬分からなくなるということです、えー、その結果すごく読みにくくなっているとういうことですでまあああ あと細かいことを言い出すとキリがないけれどうーんまあ細かいことを言い出すとね例えばこの子供って一体その漢字とひらがなを混ぜてあるんだけど一体子供ってこのこの自転車って何歳ぐらいの子供をこう想定してるんだろうとかそのこうお父さん俳優っていうことが書いてあるんだけどうんじゃあこれは。 どういうい俳優なのかとかとそこら辺のところがまあ、うん、どんなシリーズの映画の俳優なのかとかっていうことがこうまあやっぱあのー、800枚のスパンだ800枚じゃ八百八百8 0 0文字というスパンだとやっぱりあのー、もうちょっと整理しないと分かりにくいよねっていうことは思います。 でまあ、シンプルにこれひらがな文字ばっかりだとひらがながこんなに多いと書いて読みにくいよねっていうこととなんでわざわざ子どもの視点で書いたんだろうとか子供の視点で書く別にこれ子どもの視点で書かなくても要はひらがなだけにすると文字あの詰め込める情報,が情報量が少ないので。 えー、だから僕じゃなくて例えば健太なら健太という感じでその三人称にして子供,視点子供の視点で三人称で,で書いていくともっと情報量って詰め込めたいよねとかっていうことはまあ思うけどこれはまあ大くあのまあそう思うけどそれほど大きな傷じゃないかな。ただその作品の中で二人しかその。 登場しないいんだだかかららそこここがが人とととううるるようにすること特に文字数が少ないとこういう,う一文字一文字の,あの一つ一つのことがこう大きく引きずってで読みにくさになってしまうのでねでその結果あそれが挽回できないままその作品が終わってしまうということなのでや,やっぱ短いものは難しいっすよ。 これ800文字っていう制限がなかったらもうちょっとちゃんとしたものになっただろうななんてことは思ったりはします、えー、この作品が木下さんだったらどうしようかなドキドキするよねえー、っとチャンネル登録を,を,をしてくださいなそして通知をオンにしてください この番組ではなぜあなたは小説家を目指すのか今更聞けない小説の疑問のテーマのお便りを募集しています Google フォームで匿名ボックスを用意しました概要欄からアクセスしてくださいその時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集していますリモート対応で世界中どこにいても受講できます江戸川乱歩賞や横溝折衝王立の新人賞など 15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています自己申し込みは概要欄からアクセスしてくださいこの番組は YouTube、ラジオトーク、アップルポッドキャスト、スポーティファイ、アマゾンミュージックなどのポッドキャストプラットフォームでも配信していますというところで今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオそんなところで